アリス。感謝するよ。君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か？彼女は君の所有物なのか？マネーを使って脅したからだろうが！見解の相違だな。君たちにはわからないだろうが、ここには世界を変革するに至る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。計算を間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、喋った。あ、私とは何か。見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。さあ
ティーン。レッドサーティーン、北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？暮らしたの。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り、それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。神羅は違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もしわかってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年が浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。ヒーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えればこの星が生まれて消えるまでの流れ。その流れは
もう決まっている、そういうこと。ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、シンナの犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい、みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの。今は迷子みたい、動くほど道が分からなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたって。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくてって、そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何、爆発。本気アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす、何度も下げたっす。ベッチ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。ああ帰ったら説教だな。なんだありゃ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部全部大嫌い。クラウド、you
哀れだな。受け入れろ。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。これは愉快な状況だ。頼む。てか限界だ。ああ、それならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかねえよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から七番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けてシンラと戦う。それがアバランチ。その俺たちにシンラは屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。ふん、それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武。甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔法なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないがね。一つ教えてくれ。てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。うわ、
てめえ！救出へ向かう。ありがとう。あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だから。なんだ。行かねえと。おい、なんだ。ゼロ。以上なしだ。生きてるか。
なんとかね。答えたな。ああ、だが休むのはまだ早い。ああ？クラウドたちは無事なんだろう。当たり前だろう。ならば、退路を確保しておかなくては。だね。急ごう。ええ後はあいつらと交流して。包囲完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは、どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。他の奴らはどうした。さあな。まあいい、どうせ袋のネズミだ。古代史の女は捕らえろ。あとは殺しても構わん。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。待って。おい、逃げるな！捕まえろ！
手ぐれおぶねえ。やったな、おい。喜ぶのはまだ早い。硬いやつだな。お前笑ったりするのか。ええ。悪い。笑わねえ方がいいな。怒んなよ。見ろ。は？なんだよあれ。なんだこれは、どうかされましたか。そうか、分かった。準備が整いました。どうされますか。捕まえろ。うじゃうじゃ。逮捕だ。ああ。何が起こったのかな。なんだろうね。ウェッジは巻き込まれてねえだろうな。無事だといいけど。来たぞ。逃げるぞ。
一押しだ。行けんぞ。クラウド、頭を頼む。了解した。てめえ、さっきの。違う。あなたは間違っている。干渉で曇った目には何も見えまい。あなたは間違っている。命は星を巡る。だが星が消えればそれも終わりだ。星は消えない。終わるのはお前だ。来るぞ。蛇だ。やっと帰ってきたってのに、随分な歓迎だな。ったくよ、自由の代償は高いぜ。ソルジャーの誇りは手放すな。いらっしゃいませ。
分かれ道だから。セフィロスのせいなんだろう。うん、あの人は悲鳴なんて気にしない。何でもないけどかけがえのない日々、喜びや幸せなんてきっと気にしない。大切な人なくしても泣いたり叫んだりしない。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。星の本当の敵はセフィロス。だから止めたい。それをクラウドに、みんなに手伝ってほしかった。このみんなが一緒ならできる。この壁は運命の壁。入ったら、越えたら、みんなも変わってしまう。だから、ごめんね。引き止めちゃった。迷う必要はない。セフィロスを倒そう。悲鳴はもう聞きたくない。壁薄いといいね。運命の最後の砦だ。そうはいかない。行くぞ。こんなの何度も超えてきたぜ。壁が見えるか見えないか、それだけの違いよ。だろ？父ちゃん、行ってくるぜ。
なんだよ、別に普通じゃねえか。見て。ここは？早く来い、クラウド。セフィロス。
か？おせえぞ。あと、もう少し。みんなで望み、叶えよう。気をつけろ。そこから先はまだ存在していない。我々の星はあれの一部になるらしい。俺は消えたくない。お前を消したくはない。ここは世界の先端だ。お前の力が必要だ、クラウド。共に運命に抗ってみないか。断る。悪いな。終末の7秒前だが、まだ間に合う。未来はお前次第だ、クラウド。副社長。社長。わかった。Thank you.
クラウド、見た。待ってろな。どっちへ行けばいいんだろう。セフィロス。あいつがいる限り。でも倒しただろう。追いかけよう。大丈夫。私も行く。追跡ならば花が必要だろう。俺も行くぜ。あいつ
つら星を壊すつもりなんだろう。星の敵はアバランチの敵だ。